皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、これです。有機 EL4K15.6インチのタッチディスプレイ、バッテリー内蔵のモバイルモニターになります。こちらね、イノチンさんからレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。このモニターはっきり言ってね、素晴らしいです。何が素晴らしいかというと、画質です。有機 EL で 4K ですね。非常に素晴らしいと思います。このサイズでこの画質が手に入るのは本当にね、嬉しいですね。それではね、まずはスペックから見ていきましょう。イノチン有機 EL 4K15.6 インチタッチディスプレイ、10点タッチ方式、 DCI-P3 色域 100% カバー、コントラスト比10万対1、輝度400カンデラ、 4K3840×2160ピクセル、 リフレッシュレート 60Hz、 応答速度 1mm、 本体重量 940g、 5000mAh バッテリー内蔵。いや、このねモニター、特徴を一言で言うと、有機 EL の美しさということになると思います。はっきり言っちゃうとですね、モバイルモニターって結構ね、飽和状態で、正直ね、どれを買うかなと思うわけですよ。モニターといえばやっぱりね、その表現力で飛び抜けているものをね、選びたいものですよね。もうとにかく美しいです。はい、そしたらですね、まずちょっと外観をチェックしていきたいんですけども、こちらですけども、本体もとても美しいです。しかもですね、かなり薄くできてるんですよね。で、液晶はグレアなので、かなりこれ反射はしますね。はい、光沢のある液晶ですね。ただね、質感はかなり高いんじゃないでしょうか。で、このね、表面はこの表示パネルですね。そしてここに、イノチンという感じで、ロゴがあります。上部には電源スイッチおよび、ランプですね。そして右サイド、こっち側ですかね、はい、ここにはとボリュームですね。ボリュームと、それから入力端子ですね。あとスピーカーもあります。で、入力端子は USB Type-C ですね。それから映像用に Type-C、 そしてミニ HDMI 入力端子になります。そして左側ですね、こっち側にも同じくスピーカーがあります。そして背面ですね、背面これもすごいシンプル、ここにねロゴだけありますが、このシールがね貼ってあるんですよね。このシールはちょっと剥がしたいところではありますね。はい、正直ですね、これ物としてのクオリティは高いと思いますね。板1枚ですからね、すごいですよね。そしてこの上部のね、ここのところですけど、ここカードも R が取られていますので、触っていてね、気持ちがいいんですよね。外観的にはとてもいい感じじゃないでしょうか。板1枚なんですけどね、質感は非常に高いと思います。薄いですしね、有機 EL ということなので、通常の液晶とは違ってね、バックライト部分がないので、多分それのおかげもあって薄くできるのかなというふうに思います。そしてね、ちょっとこの画面の美しさ、ちょっともう一回つなぎますか。はい、来ました。これですね、非常に美しいです。やっぱりあとね、有機 EL ということで、液晶パネルのようなね、バックライトが不要になってますんで、やっぱり黒がね、より引き締まった黒になるというのがわかると思うんですよね。で、液晶の場合だと、やっぱりね、バックライト部分から光が漏れちゃって、引き締まったね、黒っていうのの表現が難しいということです。ちょっとね、僕の動画も見てみましょう。まずはデスクです。九州福岡を拠点に活動されているオフィス家具のオンラインセレクトショップワークさんのワークスタンディングという、ね、その名の通りスタンディングデスクになっています。で、このデスクの特徴はズバリ、内
美しく機能的。鍵盤はウォールナットで手触りも良く、全てのガジェットが映える色合いです。いや本当に美しいんですよね。どうでしょうか。なかなかねいい感じだと思います。そしてスタンドになるねカバーもついてきてます。まあ、これですね。でこちらはね画面をカバーする方が柔らかい布っぽい感じですかね。で本体をカバーするのがポリカーボネート製のみたいな感じですね。ちょっと設置してみましょう。はまりました。まあ普段はこうやって持ち運ぶ感じですかね。すごくね安心感が持てると思います。まあただねしっかりしている作りの分、重量はだいたいね 460g 程度ですね。まあ持ち運び時の安心感との引き換えでしょうか、この重さはね。そしてケーブルを挿せばすぐに使えるということです。そしてスタンドにするのも簡単で、まあここね折り目がついてますんで、まあこうやることですぐに立てかけることができます。簡単ですね。モバイルモニターをね使う用途というのもちょっと考えてみましょう。モバイルということで外出時のねサブモニターにどうでしょうか。まあ、出張時でもいつもと同じようなね複数モニター環境で効率よく仕事はできますよね。まあ、しかもですよ、外出等でお客様にねプレゼンする場合ですね、まあ、資料を見せる時もこれだけねこれだけ画質良ければ、まあ、僕の作ったヘボい資料でも画質の良さでもしかしたらごまかせるかもしれないですよね。まあちょっと今僕は Mac で試してますけど、 Mac だったら USB Type-C ケーブル1本でねつながるっていうのも非常に便利だし簡単ですよね。それからゲーム用途としてどうでしょう。まあスイッチだと、まあ、モニターはね付きですけどもやっぱりねちっちゃいですよね。まあそこでこういったね、外部のモバイルモニターを活用することで大迫力の画面で遊べますよね。リフレッシュレートもね 60Hz 出ますし、それから応答速度も1ミリと速いので、まあ、ゲームとしてもカジュアルにね楽しむことができるのかなというふうに思います。それから最小構成の PC セッティングとして使ったらどうでしょうか。モバイルモニターと歌ってますけども有機 EL の 4K ですからね、まあ、通常使用時でも全く問題ないと思います。まあ、今回はですね Mac mini で最小構成のデスクトップ環境を作ってみました。まあ、今回はですね M1 じゃなくてインテル版 Mac mini との組み合わせになっております。とてもねミニマルでシンプルな環境になったかと思います。でこちらね実はタッチモニターになってますんで、まあ、Windows につなぐとねタッチでの操作も可能になります。で僕今これ Mac でもやってますけど、普通にこれタッチすればちょっと見にくいかもしれないですけど効くんですよね。まあ、これがねちょっと使ってみるとなかなか便利かなと思います。さっきのプレゼン時なんかもねこうやってやるだけで操作できますんで便利だなと思いますよね。まあ、マウス代わりとはまでは言いませんが、プレゼン時とかには簡単に使えるかなと思います。はい、それから持ち運びできるミニシアターなんかはどうでしょう。これねモバイルバッテリーも内蔵しているので、今これ、Fire Stick ですね、 Amazon の Fire Stick をつないでるんですけども、はい、これでね 4K 解像度で様々なねコンテンツを楽しむことができちゃうんですよ。これめちゃくちゃ便利ですよね。これすごい、実はこれ何気に一番使いやすいんじゃないかと思ってます。自分専用のねこの環境が手に入るわけですよ。もちろん Fire Stick なんでね YouTube も見れます。これめちゃくちゃ便利ですよね。はいはい、ということでね使ってみてちょっとだけ気づいた点もシェアしておきましょう。まずですね HDMI がフルサイズだったらよかったなと思いました。やはりですねミニ HDMI 端子というのは特殊サイズだと思いますので、ちょっとね使いにくいですよね。特に今回ね Amazon Fire Stick つなぐときにちょっとだけ苦労しました。このいろいろね変換ケーブルを買っ
って使ってます。まあ、ケーブルはね付属していますけども、それでもやっぱりねフルサイズ HDMI 端子の方が嬉しいですね。次に、ボリュームアップダウンですね。ここなんですけど、これですね、ここはちょっと押しにくいです。横についてるので、こう押すときにね、まあこう見てるんですけど、こう押すときにこの反対側も支えながら押す必要があります。はい、まあ、上についてるとね良かったかなと思いますね。それから音ですね。音の改善はちょっと頼みたいところですかね。もうちょっとだけね、よくしてもらっても良かったかなと。ちょっとね細い音って言ったらいいのかながします。あとね、ヘッドフォン端子があったらめちゃくちゃ便利だったかなと思いますね。はい、ということで見てきました、イノチンの有機 EL4K15.6 インチタッチモバイルディスプレイでございました。モバイルモニターは山のようにねやっぱり種類がありますので、まあ、使うのであれば画質にこだわったものを使いたいですよね。で、今回のモニターは有機 EL4K ということで、画質に関しては言うことなしだと思います。またね、物としての質感も高いので、この質感はねぜひね手に取って確認していただきたいと思う一品でございますね。で、詳細はね概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご確認ください。それじゃあね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。